アリバイを認めてもらえますか？ん？聞こえてたんでしょ？僕たちが話してるの。まあ、考えてもいいな。ありがとう、君たち。はあ、アリバイってなんだ？アリさんのことよ。アリが10匹でありがとうですね。子供たちではなく、先生が見ててくれたらな。でも収穫はありましたよ。あとはその黒ラブのおばさん、そろそろ来てもいい頃だけど。この声だ。まさか、ここにいてください。本当嫌なカラスね。すみません、この犬ロビンですか？そうよ、この子はロビンちゃん。先週の木曜日、この壁の向こう側の道を通りませんでした。今と同じ時刻に。通らないわ、いつもこの道を通るってこの子が決めてるから。でもたまには向こうの道を通ることもあるんじゃないですか？よく思い出してください。4日前の木曜日です。だから通ったのはこの道ですって。木曜はちょっと肌寒い日で、今日と同じように壁の上にカラスが止まってて、この子吠えたのよ。だからよく覚えてるわ。どういうことだ？秋元さんが聞いた犬の声は十中八九このロビン。でも壁のこっち側を歩いてたんじゃ秋元さんから見えるはずがない。きっと透視能力があるのよ、その秋元って人。バカな。どこにも穴は開いてないし、隙間もない。やっぱり見えるはずがない。なのにどうして。工藤君、もう学校に戻らないと3時間目が始まっちゃうよ。この件は宿題にします。明日また同じ時間に。いや、申し訳ないが、これ以上会社を抜け出すわけにはいかないんだ。ただでさえ警察の事情聴取を受けたことが上司に知れて立場が悪くなってるんでね。じゃあ僕一人で調べます。え？僕にも探偵としての意地がありますから。公園に通ってみました。でも秋元さんを見た人は、あのおばさんは壁の向こう側を歩いていたって言い張ってますし、偶然同じタイミングで壁のこちら側を別の犬が通った可能性もあると思って聞き込みしたんですが。見つからないんだね。ええ、残念ながら。これ
手がかりになるかわからないんだけど、黒い犬を見た時ふっと盲導犬かなと思ったことを思い出したんだ。盲導犬ですか？ああ、前によくあの公園を黒ラブの盲導犬を連れた人が歩いてたんだ。訓練士さんだと思うんだけど。わかりました。明日その線でも調べてみます。で、思い出したのよ。相変わらずだな、君は。あら、しんちゃん、ここにいたの。ああ、この部屋にいるとなぜだか落ち着いて考えられるんだ。そう。で、例の謎の壁と黒ラブ事件は解決したのかしら？それが、今日一日盲導犬センターとか回ったんだけど、これといった収穫は。ねえ、優作、相談に乗ってあげたら？ん？ああ、あの米花公園ならよく散歩するが、いろんな人を見かけるよ。例えば。いいよ、父さんの助けは借りない。あくまでも俺一人の手で解決したいんだ。なんて、大人ぶるのが好きなんだから。どうして秋元さんは黒い犬を見たとき盲導犬だと思ったんだろう。確かに盲導犬に黒ラブは多いけれど、それだけが理由だろうか。気分転換にバイオリンでも弾いてみたらどうだ、小さなホームズ君。今そんな気にならないよ。それにホームズがバイオリンを弾くのは行き詰まった時じゃなく、事件と事件の間の余暇だって父さんも知ってるだろ。残念、久しぶりにしんちゃんのバイオリン聴きたかったのに。もしかしたら。昨日一日かけてやっと見つけました。秋元さんが見た黒い犬。本当かい？やっぱり盲導犬？それは見てのお楽しみです。秋元さん、あの人を同じように草むらに横になってもらえませんか？それと刑事さんも。俺もか？はい、お願いします。体を起こしてください。ギターケース？そう、黒い犬の正体はギターケースだったんです。酔っていた上にまどろんでいた秋元さんには、ギターケースを手にした彼女がまるで黒ラブを連れている風に見えたんです。それもハーネスをつけた盲導犬のように。確かに俺も一瞬犬かと思った。俺は酔ってもまどろんでもいないのに。それは僕が刑事さんに現れるのは黒ラブだという先入観を与えていたからです。同じように秋元さんは以前この公園で何度も黒ラブの盲導犬を見ていました。そのことが潜在意識にあってギターケースを黒ラブと見間違わせたんです。もっとも似ていることは似ていますよね。僕も昨日実験してみましたが、彼女が歩くにつれギターケースの前後が上下に揺れて、あたかも黒ラブの頭と体が動いているように見えましたから。そうだったのか。
なるほどな。改めてお聞きします。先週の木曜の10時半頃この道を通りましたか？ええ、いつもは公園の中は通らないんだけど、あの日はなんとなく。それでここを通った時彼を見たわ。これで秋元さんのアリバイは成立ですね。ああ、そのようだな。源氏山だ。うん、うん。何？分かった、すぐに戻る。星が逮捕された。え？強盗の仕業だったらしい。あんたには迷惑をかけたな。いえ。行くぞ。はい。じゃあ私は。ありがとうございました。さて、よかったですね、真犯人が逮捕されて。君には本当に世話になった、ありがとう。いえ、僕も勉強になりました。それじゃあ僕もこれで。君はきっといい探偵になれるよ。いや、今回の推理は僕じゃなくて先に父さんが。気分転換にバイオリンでも弾いてみたらどうだ、小さなホームズ君。君が解いたんじゃないのかい？ええ、でもいつかは越さなきゃいけない名探偵ですけどね。投資能力なんかじゃなかったぜ。どっちでもいいわよ。こうして中二の春の俺と蘭の一週間の喧嘩は終わった。にしてもあの時の歌が3年後の大事件につながるとは、その時は思いもしなかった。君の部屋にいるとなぜか冷たい外の雨が降ることにさえ気づきもしない。君のそばにいるといつも不安や悩みや焦りを一時的に忘れてしまう。